はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ギャラクシアン釈迦様、お手紙とご支援ありがとうございました。お手紙の送り先は動画説明欄もっと見るをクリックすると表示されます。チャンネル登録、メールトイン登録よろしくお願いします。河野太郎裁判、10月25日11時から東京地裁705法廷。私被告席に座ってますんで来てね。自民党過半数割れ、石破引責辞任、高市総理実現の期待に市場が反応し株高に。今日は落ちちゃいましたけれども、市場関係者、株式市場は石破辞任にかけている。これこのままでいくと宇野宗介を抜いて最短総理になるかもしれないなと株式市場は見ていると、そういう話題であります。世論です。予定通り過半数割れしなくても今より議席減ったら引責辞任。来年参院選もあるのに石破が居座ったら大したもんだ。参院選までどっかの段階で引責だよ。岸田が返り咲くという予想もあるな。それはないな。岸田返り咲けないんじゃない？あんなに不人気で総裁選に出馬もできなかった男が返り咲けないんじゃない？高市さんになって再度衆院解散選挙。高市さんでいいよ。おそらく支持率上がるよ。公明党も今回は議席をだいぶ減らすだろう。自民単独過半数割れは固いが、公明党入れると過半数取れる公算なので、石破は続く。高市さんなら議席増えたのに、まさに天国と地獄と。総裁選で高市さん、数年は増税しない。金利上げ反対。金融所得増税しない。結果ですね、投資家や証券会社の判断、市場にとって一番いいのは高市さん、ダントツでした。次はコバホークという評価でした。15年ぶりの自民過半数割れはほぼ確実なんで、自公過半数割れで引責辞任するんじゃないでしょうか。そうすると47人自民党議員が減れば自公過半数割れ、こうなっちゃった原因はたった一つで、石破がバカだから。不人気で低支持率、総裁選に出れもしなかった岸田路線を踏襲、ついでに不人気、低支持率も踏襲しちゃったバカですね。党内人気なくて選挙で力示すしかないのに、12人を非公認にして43人を比例復活不可処分にして自ら手足を縛ってね、不利にする政治的大失敗ですよ。高市さんと石破じゃまさに天国と地獄の選挙戦だが、石破を選んだ自業自得だからゆっくり地獄を味わうといいですね。北海道一個に、立候補中の自民党加藤隆博、高市さんの力になるなら応援しますが、石破の味方なら応援しません。どちらかを教えてください。こういうメールやめてほしいです。高市さんですって言えないお前は石破派なのかな。早速地獄を味わってますね。笑えますね。世論です。わざわざ自爆してて草、どちらにしても一度明確に表明しておけば済む話では、明確に答えないということは反高市判定されても仕方ありません。政党としてきちんと回答するべきでは、有権者が投票先を判断する上で重要な要素だと考えているから質問しているのでは。あなたは総裁選が日本の首相を決めるという観点が欠落しているようだ。石破政権は反安倍政権ですから、どちら側の政策に支持されているかは大事な投票基準になると思います。数千万円の年収の職業に就かせてくれとお願いしているのに何ふんぞり返ってんの。どちらなのかはっきり言えば済む話。これ見てこの人に投票するのはやめました。北海道議員から国政に初挑戦の人みたいですね。ホームページに国を守ると書いてるのに、高市さんかバカの石だかはっきり言えないとは。石破は安倍派に屈しで自分の右腕切り落とすようなバカなのに、それ応援するってどうかしてますよね。質問されたら高市さんって答えりゃいいだけで、それできないから批判がですね1394も起点でしょうが、すごい盛り上がってましたよこの、ツイートね。石破総理関西で演説、維新の政策では高齢者の負担が増す、そんな政治を許してはならない、我々は高齢者が安心して生きられる制度を守る、思いっきり高齢者に媚びておりました。世論です。若者から絞り取れってこと、やべえ自民党に殺される、ダメだこりゃ現役世代は事故に殺される、でも高齢者はちゃんと働いて税金を納めてきたんだよな、ダメな自民の典型、後期高齢者負担を2割に引き上げたのに、国保高い年金高い、これ以上無理です。若者の方が多かった時代からアップドートできてないなこれ。そうなんだよね、高齢者の方が今や多いんだもんね。若者よ本当に投票に行け、
若者は選挙に行かないならもうお話にならない、高齢者の議員が決めるんだからそりゃそうなる、うん、そうかもしれない、高齢者だから、石破も67ですもんね、高齢者に入ってますもんね、自民党は所得がある高齢者は1割じゃなくて3割負担もらいましょうとか言ってるし、石破は嘘ついてるよね。高齢者が安心して生きられる制度を守るって、高齢者以外は安心して生きられない制度、って聞こえるんですけど、これ誰もが安心して生きられる制度にするって、言えない石破の政治センスがまるでない、維新の政策がどんなもんか分かんないですけど、現役世代から徴収した税金で高齢者優遇がいいとは思いません、がしかし若者は投票に行かないんでしゃあない側面もありますね。最大多数の最大幸福、これが民主主義の基本で、政治家はみんな有権者、自分に投票してくれる人のために働くんですよ。行かないことには数のうちに入らないからね。もうちょっと若者の投票率が上がれば世の中変わると思うんですが、強制は違憲っぽいし、どうすればいいね、行かない権利っていうのもあるぽいしね、オーストラリアの投票所にはですね、公費で屋台が出てですね、投票した人は無料で飲み食いできるんですね、バーベキューとかやってるの、日本もそれやったらどうだろうね。またはですね、投票証明書とか発行してですね、それが多ければ受験や就職に有利になるとかね、あ、真面目な人だみたいな、岸田政権総評、実質賃金マイナス26ヶ月は過去最長、どんどん貧しくなる日本人と、世論です。全部岸田のせい、岸田が増税したんだから当然だ、自民に投票すれば変わるはず、変わらない、これだけ貧困なんだから外国人の生活保護とか全部廃止でいいよな、便乗値上げラッシュひどかったな、自民党と財務省大体こいつらのせい、めちゃ多い団塊世代がバイトになったから実質賃金が下がった、低賃金を嘆いてないで自分で商売やったら、政権交代するとさらに恐ろしい事態になると、どんどん貧しくなる日本人、事実ですね、30年前の世帯所得中央値550万円から440万円にだだ下がってますね。旅行者が半分以下に激減してらしいですけど、旅行なんか行けないよ、余裕なくてさ。経済が伸びないのは実質税負担率が 47% の重税国家だからと、うすうすみんな気がついてきてるんじゃないですかね。不人気で降りざるを得なかった岸田政の党首ってつくづくバカなんですよね、石田ってね、日本政府闇バイトイコール匿名流動型犯罪、って名前つけたみたいです。特流って略してました、による連続強盗事件対策として防犯対策強化支援を公費出動する方針、具体的には防犯カメラ設置に補助金出すんだって。世論です。完全に後手で指定されるカメラが中国製と、カメラ機器業界への天下りを何人を予定しているのやら、監視社会の口実にしたいだけでは、立憲共産令和社民は反対なんだろうな。防犯カメラに反対するのは犯罪者、隣や向かいに防犯カメラつけてるから別にいいかなって思ってたけど、補助金出てるなら考えるで、センサーライトにも補助金を、防犯カメラがない人の名簿が売られるように、驚いたことに政府はこれをですね、経済対策として捉えてるらしいんですよ、治安対策じゃないのか、実効性あるとは考えてないのかな、もしかしたら実習制度あるため育成就労制度やめたらですね、作物泥棒電線泥棒は大幅に減るんでは、最近ではマンホールなんかも盗んでいくみたいですね。防犯カメラに反対するのは犯罪者か予備軍か、治安崩壊してほしいパヨですかね、立憲共産社民令和は当然反対するでしょうね。マイナ保険証にも猛烈反対してるしね、闇バイト連続強盗事件でセコムに問い合わせ殺到、通常の8倍も電話がかかってくる盛況になっている予想であります。今すぐ資料が欲しいという方や、購入いただいて導入いただいている方から、資格がないか、これで万全か、いざという時ちゃんと使えるか、セキュリティの強化をしたいというお客様の連絡が非常に増えている、世論です。アルソックは今から株買っても遅いぞ、警察より来るの遅いぞあいつら、来る頃にはもう終わっとるやろ、でも家に来るまで10分かかるんでしょ、10分できたら優秀な方ですよ、殺されない確率がちょっと上がるか、あのシールを玄関に貼っとけば少しは効果ありそう、犯人が逃げてからしか来ないのに、闇バイト強盗はどれも田舎の一軒家の高齢者が狙われてますね。マンションに押し入ったって聞いたことないんですけど、
セコムに問い合わせぐらいお金がある家はそれなりに立派で狙われにくいんじゃないのかな。まるであのセコムとアルソックのために強盗したみたいな様相になってますけれども、アメリカにはですね、町ごとフェンスで囲って住民が許可した人しか入れない金持ち向けの城壁がありますね。城壁町がありますね。日本もだんだんそうなっていくんでしょうか。強盗、家に押し入ってきた強盗は殺害しても罪に問われません。そういう法律がちゃんとあります。盗犯防止に関する法律。これ正当防衛をすごく基準緩くしたもんなんですけれども、家に押し入ってきたやつ、強盗、をギタギタにしても罪に問われません。だからこの法律、日本中の人がみんな知ってるようになれば強盗減るんじゃないでしょうか。強盗に入ったら逆に返り討ちに遭う可能性があるですね。減るんじゃないでしょうか。今日の単身です。漫画島耕作で基地移転に抗議するバイトガール、パヨ発狂、琉球新報が講談社に質問状、モーニング編集部、伝聞を確認せず掲載してしました、軽率でした、サーセン、面倒くさいと思ったのか謝罪してしまいました。パヨの常套手段というか、それしかやらない、論より大声、嫌がらせ、最後は暴力が勝利してしまいました。フィクションですからとか名指ししてないのになんでって言えない弱腰編集部、こういうのは断固として拒否しないとパヨがつけ上がるんですよね。日当出てるのは事実ですよ。東京でスカウトされたホームレスには、住居と飲食が提供されるし、とある区の福祉課職員からお聞きした話であります。C 和夫が比例1位で立候補している南関東ブロックについて、朝日新聞、公明維新令和はそれぞれ2議席前後、比例ね、共産賛成は1議席前後の見通し。 C 和夫まさかの落選危機ですね。1議席前後ってことは0か1か2ってことじゃん。0ってこともあり得るという朝日新聞の見通しですから、一線退いても代表でないと言ってもですね、24年間も共産党の顔だった C 和夫が落選したらパヨ界への衝撃はすごいことになりそうですね。比例1位でも当選できない、パヨの絶望感がすごいことになりそうだな。ぜひ落選してほしいな。実は私C 和夫と同じ7月29日生まれでして、岸田文雄と泉健太も7月29日なんですけど、この3人最近ね、バタバタと党代表じゃなくなっちゃいましたね。なんかあるんでしょうかね、星の巡りとかね。社民党副代表大椿優子、国籍はと書く時点で実に差別的ですよ。日本には確かにですね、忌避される嫌われてる国籍がいくつか存在しますけれども、全部そいつらの積み上げてきた行いのせいで嫌われてるんで自業自得なんですけれどもね。実はこいつが一番ナチュラルに差別してないですかね。国籍はと書く時点で失礼みたいな。こいつの内縁の夫韓国人なんだってね、自分でバラしてましたけれども、こいつだって日本国籍もあるってだけで何人だか分かりゃしないですよね。国連、天皇が男だけなのは女性差別。 NGO として国連に参加したコートを守る国民連合の会、会長の桂木奈美さん、ローマ教皇やイスラムの聖職者、チベット、ダライラマ法王、みんな男性なのに、国連はなんで日本だけ女性差別だって言うのと反論しておりました。日本だけに言うのはですね、殺される心配がないから数人が殺害されたフランス雑誌編集部襲撃事件とか覚えてますか。キリスト教もですね、原理主義者はですね、米国内で堕胎手術する病院を爆破したりと過激なんですよ。日本人もたまには切れてもいいと思いますよ。リモートワークさせてはいけない人の特徴、文章でのやり取りが多くなるため文章力がない人、自分で考え仕事を進められない、自立性がない人、自立性がマシマシある人は独立してサラリーマンやってないんじゃないの。よく言うですね、経営者目線でそんなことできたら経営者やってるって。世界中から大人気、韓国の縦読み漫画ウェブ等が、運営のカカオ社、台湾とインドネシア事業から撤退、すでに欧州からは撤退済み、世界中から大人気のはずなのになぜ日本の漫画のレックコピーばっかで作品がゴミだそうだからだそうです。読んだことないですけどね。まあ売れなくて各地で撤退してるってことはそうなんでしょうね。単純に
つまんねえから作品がゴミだから、なんでしょうね、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。